どっちの穴が正解なんだろうか。ここは炎の敵だからフリーズが効くかな。え、何 PK 男格上何これ。これ全体に攻撃できればいいのにな。ジェフはグッズ、スーパーバズーカ、はい、後ろ362。よしよし、避けたー。反撃のサイコセールドって攻撃したら反撃してくる。あ、違うわ。はい、17000。次戦ったらレベル上がりそうだな。スピードカプセル、これもネスかな。ネスが一番スピード遅いかな。ジェフかな。はい、ジェフはレベル61。あんまり上がらなくなってきたね。さて、ここ入れるが、敵多いな。ネスがレベル68。もうちょっとで70だね。一気に39。やば。アプーもレベル56。はい。ラックアナと3アップ。PP もうちょっと上がってほしいな。なんかアイテムあるわけじゃなく。熱く燃える敵、なんかすごいの出てきた。はい、スーパーバズーカ、サイでフリーズベーターかな。301。ベータでいいかな。513。ちょっとガンマはね、 PP 結構使うんだよね。はい、で、なんだっけ、水なかった。高い水を、プーにどれぐらい回復する。39。まあまあかな。あー、危ない。さあ、これは何が入ってるかな。天使の腕輪、天使の腕輪。あ、上だ上だ。よし、ダイヤの腕輪を誰かに渡せるかな。ポーラー装備してる。あ、ジェフかな。あ、下がる。妖精の腕輪の方が上だわ。で、次はこの上に登ってくんかな。ちょっとたくさんあるけど、とりあえず戦うか。呪いの迷惑、呪いかけられそう。さっさと倒すのがいいな。これめんどくさいことになりそうだよ。16。あー、これはサイが効かないんだね。はい、じゃあみんなタコ殴りでいけ。よしよし。ふう。はい、で、こっちは、あ、マジックバタフライじゃないですか。無限湧きですね、ここ。いいですね。じゃあ一回回復しておこうか。ポーラと、でもそんな食らってないよね。はい、ただね、魔法じゃねえや攻撃でサイを使いすぎて PP が少ない。
はい、あと1回ぐらいかな。よし、とりあえずこれで OK でしょう。うわー、いや幽霊ついたんだけどこれヒーリングガンマで取れないの、効果が現れなかった。いやー、オメガになったらこれ取れたりしないのかな。ポーラがレベル64、ピピ上がれにしか上がらない。お、ファイヤーガンマいいね。あ、オメガか全体攻撃いいよね。敵ほんと多いね。しかもめっちゃ降りてきたし。はい、ジェフがレベル62、 HP が1上がっただけいやー、まあもう結構上がったもんな、レベルな。いやー敵多い。はい、ネスがレベル69、あと1で70だ。すごいすごい、邪魔だな。そこの宝箱取れないか。ほんと敵多いな。さあこっち側行って、あーなるほどなるほど、あー上にボスがいましたね。でこれで取れると、ムーンビーム、これはジェフの武器ですね。じゃあポーラに渡して、ジェフ、はい、で装備、デスビームからムーンビーム、おーすごい20も上がった。いいぞいいぞ。そしてミニミニ幽霊は邪魔だな、なんかここら辺重いし。敵がプーのレベルが58で、ポーラちゃん死んじゃったてかネスが一回死んでほしいんだな。この幽霊がマジで邪魔くさい。あの無限脇のところでちょっと PP 回復したいね。ジェフも危ないよ。はい、一回回復してこようか。いやなんかさ、相手がファイヤーやってきてミニミニ幽霊にも攻撃して消え去ってったんだけどそんなことあるんだね。はい、ここまで戻ってきました。また幽霊取りつかれちゃったよ。でレースがレベル71になりましたねレベル70超えってやばいよな。さあこのまま上に行けばいいかな。はい、ポーラがレベル67。さあボスだが倒せるかな、大丈夫かな。はい、よく来た。ここは8番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。奪い返せばよい、できるものなら。何が出てくんだろう、炎の敵かな。カーボンドッグだって。どうしようかな。サイでフリーズガンマに、とりあえずチェックしとくか。それと、シールド貼っておこうか。反撃のシールド。はい、ミニミニ幽霊それはねかけなくていいんだよ。でもこいつ炎のなんか全体攻撃やってきそう。ほら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 、あ一人だけか。じゃあまあネスは戦うでいいかな。で、サイコシールドかけておこうか。で、ジェフはスーパーバズーカに、プーは、フリーズガンマがいいかな。226。はいはい。ミニミニ幽霊。
ミニミニユレ倒してくんないかな。攻撃でフリーズオメガの、スーパーバズーカ。スターストームはでも全員にだもんな。ガンマの方がやっぱいいか。まばゆい光を放った。ダイヤモンドドッグの体固まってしまった。何ダイヤモンドドッグ。うわ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 、反撃のシールド。サイは跳ね返してこない。うわ、こっから再攻撃か。そうですか。まあじゃあ回復で、ジェフ回復して、まあ、フリーズのオメガと、じゃあもうジェフガードしかできないじゃん。フリーズガンマ。フリーズだったら反撃してこないもんね。あ、でもこういう時に反撃シールドのなんか解除するやつがあったらよかったのかな。PK スペシャルガンマの、フリーズオメガ、ジェフカード、フリーズガンマ。1ミリ幽霊がうぜえ。よし、この固まってしまったがいいね。引くかこれ。325。いやまあこれ以外ないもんな。フラッシュフラッシュ微妙だよな。あ、でもネス反撃食らっても HP 高いから、まあ別にいいかな。ジェフはちょっと痛い気がするけど、まあ大丈夫かな。はい、あ、ピピ足りない、まずい。もうそろそろで倒せんじゃない。まだいけない。236 118。あ、シールド消えてなくなったって。いいぞいいぞ。じゃあタコ殴りでいきましょう。オメガ使える。あ、使える使える。で、打つの、あー、ライフアップジェフにつけとくか。倒せ倒せ。結構 HP が高いですな。お、倒しましたね。84000、レベル72。よしよしよし、一気に8アップ。はい、ジェフが65、エプーが61。いいぞいいぞ。さあここに何があるかな。幽霊これもいなくなるよね。ここで全回復できるし。火山、さあ幽霊いなくなれ。さあここでは何を感じるのか。幼い頃の自分に見つめられているように感じた。怖っ。怖すぎるよ。ファイアースプリングの音を記憶した。あとはランマに行ってそのプーのところだけかな。敵邪魔邪魔だな。まああとは下に降りるだけだと思うので、まあアイテム、取ってないアイテムあったら取りながら、行きたいと思います。はい、出てきました。で、上の方にも穴があったけど、ちょっとあそこにも行ってみようか。あれ何なんだろうね。ちっちゃいと歩きづらいんだよ。確か地上に出るにはね、あの湧き出したところを踏めば地上まで飛んでいったような気がするんだよな。さあ恐竜が、うえ、さあさあ、そこ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 は何なんだ。
いはいはいはい。まあ今はいけないですね。じゃあこれで終わったんだけど、地上に戻るためにはどうすればいいかって教えてくれないの？よいしょ。はい。お泊まり、いや泊まらなくていい。帰り方、帰り方、帰り方、誰も教えてくれないっぽいな。いや多分そうだったと思うんだよね。誰か喋ってたんじゃない？こいつが喋るのかな。はい、違うな。多分ここにいればいいんじゃなかったかな。ほっといたらゴゴゴゴゴってなってバビューンみたいな。どうですかね。違いますかね。あー、立った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 。あ、ほらほらほら、え、あ、温泉か。すっかり良くなった。ははそっか。ちょっと待って、どうやって帰るんだっけ。温泉の説明してるとこあったよね、そういえばね。そこか、そこでなんか温泉の説明してたっけ。これ？違う違う。はい。やあ変なやつ。地震の後、地面の穴から温泉が吹き出るんだけど、もう見たことあるかな。青い温泉は体力回復に効く。赤い温泉はしびれやら毒やらを取ってくれるみたいよ。え、もしかして3位でしか戻れない？まあまあ別にテレポート使えるんであれば、まあまあ地底大陸、あ、ここいつでも来れるのか。じゃあまあランマかな。ちっちゃいのかわいいな。でも動きづらいんだよな。で、あと行ってないとこって言ったらさ、この下だよ下。